こんにちは、花龍馬さん。FX ね、やりかけたんですね。でも今はやらなくてよかったんじゃないですか。私の、経験ですけども、私が FX を始めるときって2017年の1月からだったんですけどもね。それまでは18ヶ月連続でアフィリエイトの方で月収で200万から300万あったんですよね。当然ですけども、トップアフィリエイターでした。だいたいランキングでいつも10位以内に入るトップアフィリエイターだったんですけども、それを全て捨ててね、年収で言うと3000万とか4000万を捨てて、この FX 一点にして、それでも1年間勝ってこれなかったんですよね。そう考えると、何かをやりながら FX っていうのは相当難しいんじゃないかなと思いますよね。ですんでね、FX をやるときはその一点にできるようになってからがいいと思います。でもそうは言ってもね、結構ね、FX 以外にちょこちょこやりながら2枚わらじ、3枚わらじでやるんですよ。だから負けちゃうんですよ。FX の世界って、大手フェッジファンドがいたりね、金持ちがいたりとか、与沢翼さんがいたり、私がいるんですよね。こうやっていつも勝ってる人がいるところに、初心者の人が飛び込んできて勝てないですから。だからね、そんなに焦らない方がいいと思いますよ。だからそれだけしか、もう FX だけしかやらないぞっていう時にやるのがいいんじゃないかなと思いますんで、今回は正解じゃないかなと思います。で、ポイントサイトのモッピーの話はね、前回その1円が大事ってのを気づいていただけて本当にありがたいなと思ったんですけども、アフィリエイトでね、山ほど稼いだ私でも、ポイントサイトモッピーやるときは、自己アフィリエイトの時の感覚、1円をやるっていうところになるわけですよ。1円を集中的にやってるわけじゃないんですよ。いろいろやって案件5000とか1万円もやるけども、目の前に1円があるんだったらそれもやろう。はい、ですんでね、FX を今回とどまったのはいい判断だと思います。FX はね、ブームがないですから逃げませんので、いつから始めても大丈夫です。で、ポイントサイトモッピーで私はね、1ポイントからやってますっていうことでもないんですけども、いろいろやりながら1ポイントもやってるんですけども、自己アフィリエイト始めた時って、それこそね、100円の案件とかも A8 ネットでやってるわけなんですよ。これなんでやるかっていうとね、やっぱり私がその時初心者だと自分に対して思ったから。だから1万、2万、5万、10万っていうのは、これはね、やれるんだったらやるけども、やっぱり自分の身分では無理だなと思ったんですよ。例えばクレジットカードが作れる身分ではなかった、 FX を理解してないから口座開設ができなかった、その他諸々の事情があって元金があるやつができないとかいう事情もそうですよ。だからお金が全然かからずに、お金だけが儲かるやつを重点的にやったら、それはね、100円、200円、500円っていうのを積み重ねていくことになるんですよ。資料請求のたんびに住所を打ち込んで、15分、20分かかってもらえる金額が300円、時給と比べたら確かに合わないです。でもタイピングが早くなりましたね。で、やることによって自分の受け取れる案件というのが変わってきました。で、どの案件ではどんなことが起きるのかっていうふうなことで経験も積めました。だから広くマーケットが見れるようになったんですよ。それはその後やっていくアフィリエイトにもものすごくね、生きてきました。それこそね、 PPC アフィリエイトっていうのも当時すごく流行ってたんですけども、私 PPC アフィリエイトが最も得意だったんですよ。こちらの方でね、本当に1日に20万弱の利益を上げることができたのが、私の1億円のね、要素のものすごく大きなところになりました。1億円ですからね、3年で1億っていうと、1日に10万円の利益を出さないといけないんですよ。1日10万円の利益ですよ、これ。 PPC アフィリエイト以外ではなかなか難しいと思います。当然自己アフィリエイトでは無理ですよね。でも PPC アフィリエイトの基礎にあるのは、自己アフィリエイトでやったどの案件がいくらの利益を生んで、どのくらい手間がかかるのかっていう、このね、繰り返しだったんですよ。だから1ポイントは将来の10万、将来の100万、将来の1億円稼ぐためにどれだけ生きてるかってことなんですよ。だから私はポイントサイトのこの1ポイントだって全然バカにしないんですよ。でもね、素人の方とか初心者の方っていうのは1ポイントに価値を見出せないんですよ。だから素人なんですよ。わかんないんです、この1ポイントの重さが。1ポイントをやることによって起きる、自分の目の前に広がる世界がわかんないんですよ。だから1ポイント、2ポイントがバカバカしくてやめる人は、バカバカしい人生に入っていくんですよ、これはね。ということでね、いろいろと厳しいことを言いましたけども、これはでも本当のことですからね。本当はね、私のね、速稼塾の合宿で、マンツーマン合宿に来ないと言わないことなんですけどね、つい言ってしまったじゃないですか、もう。上手なこと言いますね、もう花山さんは。ということでね、ちょっとこう、追い詰めたような感じになりましたけども、自己アフィリエイト、そして、このポイントサイトモッピー、最も簡単にお金が稼げる方法です。だからこれをまたいでいくと、もうね、稼ぐ方法はなくなります。で、残念でしたってことになりますんでね、もうそういうつもりで取り組んでいただきたいと思いますし、逆に言うとですね、1億円に手を届かせようと思うと、そっちの方向に歩いていこうとすると、一番最初にくぐるもんがポイントサイトであったり自己アフィリエイトなんですよ、ね、これ分かりますかね。この1億円っていう、このなんていうお屋敷があって、お屋敷の敷地に入るために門があります。その門の前にお金が落ちてるんですよ。それが自己アフィリエイトだったりポイントサイトです。ですので、そのお金を受け取らずにふいってね、去ってしまうってことは、もうすでにお金をワンワンとうなっている宮殿に入ることを諦めたってことなんですよ。だからビジネスどころではないですよね。本当に苦しい暮らしが続いていきます。そしてですね、
ポイントサイトにしても自己割引にしても、必ず自分にできる案件が山ほどあるんですよ。ここがポイントですよ。山ほどですよ。山ほどあるんだけども、それを探そうとしないから、1ポイントをまたいでいくから。だからうまくいかないんですよ。で、私は自分にできる案件をどん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 今ね、動画とかでも紹介しますけども、多分私ができるやつと、多く他の人ができるやつって違うでしょう。だから私の動画だけを見るんだったら、あ、自分に合うやつが全然ないじゃん、モッピーってなるかもしれません。でもね、私はね、自分に合うやつを優先的にやってるからなんですよ。で、自分の選択肢が少ない人が私の動画を見ると、たまにしかいい案件が来ないって感じるのは確かですけども、自分で探すとね、あるんですよ、自分で探すと。自分がどのカテゴリーだったら攻めていけるのかってことをやっぱり自分で見ないといけないですよね。で、私がやってるのは、私がやったところによるとこれが有利だよと、金額も高いよと、作業量も少ないし、自分の条件だったらこれができるよ、だから一戸建てがある人がこれとかね、車がある人はこれとか、それから生命保険を考えてる人はこれっていうのはあるんですけども、私は今ほとんどのことができるわけなんですよ。だから高単価のものとか結構いきますよね。でも最初はこんな条件全く私もなかったんで、それこそ誰でもできる使用請求で100円とかね、でペットの保険の200円とか、こういうのを積み重ねてきてるわけなんですよ。だからこれ繰り返しになりますけど、本当だからそこをね、意識してほしいなと思います。これ前回と同じような内容になりますけども、そのくらい大事なんで私はお伝えしていきたいと思うんですよね。はい、FX も同じです。FX も最初の、ワントライですよね。このね、FX の話になると、ダブルトップっていうのがあるんですよ。高値圏でダブルトップを出すと、そこから大きく下に下がるっていうね、そういう理論理屈があるんですけども、これを知ったとき私はね、じゃあダブルトップのだけ、ダブルトップの時だけエントリーすれば高い確率で勝つことができるなと思ったんで、本当にそれだけやったんですよ。だって他のテクニック知らないですから。言ってみれば1ポイントしか取ることができない、ね、ポイントサイト初心者の状態ですよね。 FX を始めたけども、覚えてることはダブルトップ、高値圏でダブルトップの時は大きく下がる、だからそれだけずっと待ってましたよね。お、ダブルトップが出たかな、よし、じゃあ売りで入ろうかな、ですよ。これ1ヶ月に1回ぐらいしかこんなチャンス来ないですよ、でもその1ヶ月に1回しか私は勝負するチャンスをね、もらえなかったってことはまだ素人だからなんですよね。今は毎日のように見つけることができます。だからクロートなんですよ、プロなんですよ。毎日 FX で稼ぐことができるんですよね。以前はできなかったですけどね。で、ポジポジ病っていうのがあるんですよ。ポジション取んないと気が済まないみたいな。それは生半可に覚えてるから、これがチャンス、あれがチャンスって見えちゃうんですけども、チャンスとは逆のものをチャンスと感じてしまう、そのまだ見識の深さとかね、浅さとか言ってみれば1ポイントをやってこないから見えないところなんでしょうね、きっとね。ということでね、詳しく、繰り返し申し上げまして、大変ね、耳障りだったかもしれませんけどね。さあ、それではね、ズーム対談もありますんで、ちょっとね、ここでね、謎かけをしてみようかなと思いますね。どんな謎かけかというと、私たちはね、正確な答えを出そうと思って、いろいろ考えますよね。いろんなことを考えて、ベストを尽くすために、ベストな、のノウハウをね、駆使してみたりとか、選択するための選択肢を選ぶときに相当考え込んでいきます。でも、その基礎となるね、元となる知識とか情報が最初から狂っていたら、どんだけ考えても何を選択しても全部失敗に向かうわけですよ、ということはね、私たちが普段何を見てるのか、何を聞いてるのかってことがかなり重要ということになります。じゃあですね、私がいつも情報収集しているものと、他の方が情報収集しているものと何が違うのかなってことなんですよ。これね、二つ答えがあります。全く違うってものと、全く一緒ってものがあるんですよ。じゃあ、全く違うものを、私とその他の方がね、見ていたり聞いていたとしたら、情報源が違うとしたら、全く違う選択になっても、これはしょうがないですよね。でもなぜかね、全く同じものを見ているのに、聞いているのに、選択が全く違うことになるってこともあり得るんですよ。ね、例えば、もう一回言いますけども、ポイントサイトのモッピー、同じものを見ているのに、結果が違うんですよね、なぜかね。不思議ですよね。それはなぜかっていうと、私はポイントサイトはじめアフィリエイトにものすごく見識が深くて、実績もあって経験もある、その ASP という中の仕組みもわかる。だからどのルートを取ればいいのかっていうふうな解釈が成り立つんですよ。でもポイントサイトに最近取り組んだ方とか、まだね10万円以上の実績すら上げてない方は、ポイントサイトのことが何も見えないんですよ。だからこれがどこに向かうのかわかんないんで、目の前の売り上げ数字を追って折れていくんですよね。違うんですよ。もっともっと深いところに稼ぎのコアはあるんですよ、モッピー、ポイントサイト。そこに行くまでは目の前の作業をするだけでいいんですよ。そうするとだんだんね、皮を剥ぐように見えてきますから。ということでね、今回の謎かけなんですけども、まあ普段ね、何を見ているのかってことですよね。この質問すごく抽象的だと思いますけども、かなり重要なんですよ。まあ本当謎かけなんで、具体的にこうこうっていうふうにはちょっとね、例題を出しにくいんですけども、
普段何を見ていますかってことをね、ちょっとふわっと、クエスチョンさせてもらいたいと思います。それに対する回答がどういうものになるのか、これをね、ちょっと期待したいかなと思います。特に正解とか私が答えてほしいような、なんか考えてるってことはないです。この問いかけに対して何が始まるのかってことはね、私もね、すごく楽しみにしてますんで、もう一回聞きますけども、普段何を見てますか？何を見てるんでしょうか？これね、他の視聴者さん、花谷龍馬さん以外も考えてもらいたいんですよ。普段何を見てるんですか？その結果、今、自分の暮らしはどうなりましたかっていうところも答えていただくと、なかなか面白いんじゃないかなと思いますよね。普段何を見てる？その結果、どうなりましたってことなんですよね。はい。そして、もう一個問いかけをするとしたら、これから何を見ます？これから何を見たらどうなると思いますか？まあ、4段構えですね、質問はね。じゃあ、どうでしょうかね。まあ、ズーム対談も、いい感じのところでやりましょうね。よろしく。